3回の表、バファローズがディフェンス面で素晴らしい輝きを見せました。ワンアウト二塁という場面、ブレイディのこのナックルに合わせた一打、センターに抜けていきました。堀が二塁から三塁へ、大村から高須、さらには的山といい送球が返ってきました。的山のナイスブロック、追加点を許さなかったバファローズ。3回の裏の攻撃はセカンドの高須から、初球を打ち上げてワンアウトです。3回の表のロッテ0点はバファローズにとって大きいですね。大きいですね、まあいうピンチをしのぎましたから、はい、この上位打線でなんとか、1点でも返しておきたいところですね。はい、第1打席ライトヒッティングでツーベース。去年の対クロフォードは8打数の1安打でした。苦手にしていた中村なんですが、今日は第1打席でツーベースです。今シーズンホームランはまだ1本。高菜、キャプテンのりの打球、左中間深いところだ、飛び込んでいきました。中村2本目のホームラン。ロッテの攻撃を0点に抑え、そして迎えた3回の裏、1点差に迫る中村のソロホームラン、3対2になりました。その前の高いボール豪快に振っていって空振りになった中村なんですが、4球目はうまく打ってきました。いかがですか加藤さん。その前の空振りでね、意識を右方向に、戻すかなという感じだったんですけど、フルスイングでしたね。しましたね、ここはもう気持ちはセンターから左方向に、もう中村打席の中ではあったのかもしれません。中村の今シーズン第2号が生まれました、大阪近鉄バファローズ。流れが近鉄の方に傾いてきました。この後は第一打席ツーベースヒットのローズです。去年クロフォードに対して12打数5安打1ホームラン打点5というクラーク。もったいない、ノースリーからの4球目でした。セカンドフライでツーアウトです。ノースリーからですから、まあ、狙いは良かったんでしょうが、まあ、真ん中のストレートですけどね、どうもタイミングが取れてませんね。それは今週1週間のバッティング見ててそんな風に感じられます、だから、まあ、クラークぐらいのバッターになっても多少ちょっと、焦りというかね、あるんじゃないですかね。打率を3割に戻したタフィーローズ。今シーズンホームランは3本。4月の7日、8日、9日とこの大阪ドームでローズ自身初めての3試合連続のホームラン、これによる3本です。
2回の裏には満塁から佐藤の犠牲フライで1点、3回には中村のソロホームラン、追い上げている大阪近鉄バファローズ。いい当たりだ、ライトライナー一直線、ホームラン、同点ホームランが生まれました。3回の裏バファローズは2発、中村、さらにはローズ、3対3のタイスコアに戻す価値ある一発でした。いや加藤さん、このイニング始まる前におっしゃっていたそのクリーンナップに期待しようという、まさにハマりました ね、 ねえ、そうですね、一直線ライトポール際、まあ、嫌な流れをね、本当にこの2本のホームランでなんかいっぺんに、はい、ね、跳ねのけたっていう感じですね、これでゲームは振り出しに戻りました。ホームラン攻勢でたちまち同点、中村、そしてローズのホームラン。今日は右バッターをオーダーの中に随分組み込んできた佐々木監督なんですが、実際の問題、クロフォードっていうのは昨シーズン、加藤さん、左バッターに対しての被打率が3割1分1厘と、むしろその左の方に苦手にしてたんですよね。うん、スピードがないですからね、そういう意味では左バッターでも、それほど苦にするタイプのピッチャーじゃないですからね、はい、対右バッターの打率は2割7分8厘、逆に左バッターは3割1分1厘と、サウスポーでありながら左バッターを苦にしていた昨シーズンのクロフォード、ローズに一発を浴びました。ファーストが追いかけていきます。あー、取れません。落下点には入っていたんですが、ボーリック、メジャーではセカンドあるいはセンター以外のポジションは全てこなしてきたそうです。日本にはサードのポジションへと触れ込みで入ってきたボーリックですが、日本の試合に出てからはずっとファーストを守っています。鈴木の一打、レフトに向かって伸びていくブレイディ、しかし落下点に入りました。ベテラン鈴木、ローズに続くことはできませんでした。キャプテン中村紀洋の追い上げのホームラン、そして同点のホームランがタフィーローズに生まれた3回の裏、序盤を終わって3対3、タイスコアに戻っています。